ボコ・ハラムは、ナイジェリアのサラフィージハード主義組織。正式な名称は、戦況及びジハードのためのスンナ派、ムスリム集団という。母子は、ハウサ語で、西洋式のヒースラム教育を意味し、ハラムとは、アラビア語で、罪の意味である。つまり、母子ハラムとは、西洋の教育は、罪という意味となる。ナイジェリア北部の各州に、シャリアの導入を目指して、 武装闘争を展開している。ナイジェリアのタリバーンと呼ばれる。アルカイダと連携しており、2015年にはアイスセルに忠誠を誓っている。ボコハラムの勢力圏ボコハラムは、西洋式教育だけでなく、西洋文明、現代科学、特にダーウィン主義を攻撃している。さらには、異教徒だけでなく、過激思想を受け入れないムスリムも攻撃対象としており、 ナイジェリア国内のモスクに対してもテロを引き起こすことがある。創設者はモハメド・ユスフで、2014年現在の指導者はアブ・バカル・シェカウである。主要メンバーにはマレム・サンニ・ウマルがいる。2014年、ナイジェリア秘密警察の広報官は、本物のアブ・バカル・シェカウは、2003年の時点で、すでに死亡しており、その後複数の人物が名乗ってきたことを指摘。 組織内でアブバカルシェカウの名前が一人歩きし、指導者のブランドを溶かしていることを示唆している。なお、ボコハラムのビデオにて、アブバカルシェカウを演じていた戦闘員の一人は、2014年、ボルノ州内の戦闘により死亡している。アブバカルシェカウが登場する動画は、2014年10月、ボコハラムとナイジェリア政府との間で和平交渉が持たれたが、 この過程でアブバカルシェカウの代理を名乗る者が殺到。交渉窓口はもちろんのこと、ボコハラムの事実上のリーダーとその指揮系統の全体像は非常に不明瞭となっている。前身組織は1990年代中頃に設立されたイスラム教の学習グループとされる。ボコハラムは2002年にナイジェリア北部のマイルグリで結成された。二千四年にボコハラムは ヨベ州に本部を移した。ニジェールとの国境付近に設立した軍事訓練キャンプをアフガニスタンと名付け、そこから警察署の襲撃などを繰り返した。ボコ、ハラムにはチャドなどから来た民兵も合流している。2009年、ナイジェリア警察はボコ・ハラムの敵発に乗り出し、パウチ州で幹部数名を逮捕。7月には治安部隊とボコ・ハラムの間で、パウチ州、ヨベ州、 カノ州、カチナ州において大規模な戦闘が行われ、700人を超える死者が出た。リーダーのモハメド・ユスフは、ナイジェリアの治安当局に逮捕され、週刊中に脱走を図り射殺された。39歳であった。それ以降は、セカウがリーダーを名乗ることとなった。2010年にはボルの州での暗殺、バウチ州の刑務所襲撃、グッドラック・ジョナさんが大統領に就任すると、 首都アブジャのナイジェリア軍閉社敷地内の市場での爆弾テロ、クリスマスイブに、プラトー州でキリスト教徒を狙った連続爆破テロなどを起こした。2011年6月にアブジャで起こった警察本部駐車場での自爆テロ事件でも犯行声明を出している。2012年1月6日北東部アダマー州の州とヨラで教会と美容院を襲撃し、11人を殺害した。 さらに、同日北東部予備州で警察と銃撃戦を展開し、警察官二人が死亡した。同年2月15日夜、小木州の刑務所が襲撃を受け、監視一人が殺害、受刑者119人が脱走する事件が発生したが、後日、この事件の犯行声明を出している。2013年5月14日、ナイジェリアのジョナサン大統領は、 ボコハラムたちの攻撃は戦線布告に該当するとして、テロリストの反乱に対処するため、ボルノ州、ヨベ州、アダマワ州の3つの州に対して、非常事態宣言を発令した。2013年を通じて、政府軍とボコハラムの戦闘は続き、隣国のニジェール側に3万7千人以上の避難民が流出した。また、同年11月13日、アメリカ政府は、 ボコハラムとアンサルをテロ組織に指定した。同年7月6日、ヨベシュウマムドの寄宿学校が襲撃され、生徒ら42人が死亡した。9月17日、ボルノ州、ベニッシセイクで市民が襲撃され少なくとも87人が死亡した。9月25日から26日にかけて、カメルーン国境に近いボルノ州の村が襲撃され、民間人27名が死亡した。 9月29日には、予備州の農業大学の学生寮に武装集団が、押入り銃を乱射し40人の学生が死亡する、事件が発生ナイジェリア軍報道官は、この事件を母子ハラムの犯行だと非難した。ナイジェリア製ト拉致事件で破壊された、学校2014年2月、ボルノ州のキリスト教徒が多く住む村が襲撃され、100人以上が犠牲となった。2014年4月、 ボルノ州の学生寮を襲撃し、女子生徒240人が拉致。女子生徒らを奴隷として売り飛ばすとの犯行声明が出される。2014年5月、ボルノ州の町を襲撃、少なくとも125人を殺害。5月29日、ジョナサン大統領は、前月の生徒拉致事件を念頭に母子、ハラムに対し、対テロ全面戦争を行う決意を表明したが、この日以降も、 断続的に集落が襲われ多くの住民が殺害された。10月17日、ナイジェリア政府がボコハラムとの間で、停戦と4月に拉致された女子生徒を解放することが合意されたと発表したが、戦闘は継続し、女子生徒も解放されなかった。11月に入りボコハラムが公表したビデオにおいて、指導者のアブバカルシェカウは、停戦も女子生徒の解放も事実ではないとし、 すでに女子生徒はイスラム教に改修した上で結婚させたとしている。1月3日、ボルノ州バガマ郊外の多国籍軍基地を奪取し、バガで約2000人の住民を虐殺。1月11日、ナイジェリア北東部で少女の自爆相次ぐ23人が死亡。1月30日、アフリカ連合が母国、ハラムに対抗するため、周辺5カ国軍で構成する7500人規模の 舞台創設を勧告。3月4日、アイスセルに忠誠を誓う。6月3日夜、ニジェール軍の駐屯地を母コ、ハラムが数百人の戦闘員により襲撃。ナイジェリア兵2人、ニジェール軍兵士30人が死亡。ニジェール軍側にとって母コ、ハラムによる過去最大の被害となった。母コ、ハラム側の被害は不詳。8月7日、アブバカルシェカウにより、 組織が分裂したという情報を否定する動画が公開された。8月28日、ムハンマド・ブハリ大統領は、アブ・バカル・シェカウが負傷するとともに組織から追い出されたこと、また、新たに創始者の子息アブ・ムサブ・バルナウィ氏が新たな指導者になったことを示した。組織内部は、アブ・バカル・シェカウの組織とイスラム国西アフリカ州に分派し、アイスセルは、後者の支援を始めた。 12月23日、政府軍は、ボルノ州サンビサ森林地帯に構築されていたボコハラム側の、キャンプゼロを吸収して制圧した。制圧を受けて、ブハリ大統領は、キャンプゼロはボコハラムの最後の拠点であったと強調し、戦闘員が隠れ潜む場所は、もはやないと述べている。5月6日、2014年4月に北東部ボルノ州。 地獄の学校から拉致された276人の女子生徒のうち82人がスイスと赤十字社の仲介により治安当局に拘束されていたボコハラムの幹部5人と交換に解放された。当初は83人解放される予定であったが1人が戦闘員との結婚を理由に解放を拒否した。7月23日、ボルノ州マグメリー付近で 資源調査を行っていたナイジェリア国営籍友好者のチームがボコハラムの戦闘員から襲撃を受け69人以上が死亡。1月2日、ボコハラムの指導者であるアブバカルシェカウが数ヶ月ぶりの動画メッセージを公開し、健在さをアピールするとともに、ナイジェリアで2017年末に発生した一連の襲撃事件を起こしたのはボコハラムだと主張した。2月18日、 ナイジェリア北東部ヨベ州ダプチの学校を母子、ハラムが襲撃し、女子生徒110人を拉致した。2014年に起きたナイジェリア北東部ボルノ州で、女子生徒270人以上が母子、ハラムに誘拐された事件の二の舞になるとの懸念が広がり、事件発生5日後の2月23日に、ナイジェリアの大統領であるムハンマド・ブハリは、これは国家的な惨事だ。 起こり得たことを遺憾に思う。政府は、軍隊や偵察機を増破し、24時間体制で、同地域全体に目を配り、行方不明者全員の発見に尽力すると述べた。3月21日、ナイジェリア政府は母子、ハラムが、同国北東部予備州ダプチの学校から2月に、拉致した女子生徒110人のうち、104人を解放したと発表した。 解放された少女らによると、残る6人のうち5人は死亡、1人はキリスト教徒で、ボコハラムはイスラム教に改修するまで拘束を続ける、意向だとされる。4月13日、ユニセフが2013年以降にボコ、ハラムによって拉致された子供の数が1000人を超えると報告した。5月7日、ナイジェリア軍はが、ナイジェリア北東部ボルの州で、ボコ、 ハラムに捕まっていた人たち千人超を救出したと発表した。6月4日、ナイジェリア軍はチャドコやボルノ州北部の国境付近で軍事作戦を実行し、母子、ハラムに捕まっていた人質148人を救出したと発表した。救出されたのは子供75人、女性58人、男性15人、人質のうち10代の2人が妊娠していた。 救出された人々によれば、女性は母コハラムから性的虐待を受けたほか、男性は労働を強要されていた。6月16日、ナイジェリア政府は、ナイジェリア北東部ボルの州で母コハラムとみられる、勢力によるロケット攻撃があり、子供を含む住民ら少なくとも31人が死亡したと発表した。7月14日、ナイジェリアの治安当局が、 ナイジェリア北東部ヨベ州にある軍の基地がボコハラムの攻撃を受け、兵士ら数百人が行方不明になったと発表した。8月7日、ボルノ州の州都、マイドゥグリから北に約13キロ離れた村、マンドリにボコハラムの戦闘員が襲撃し、銃を発砲したり、蛍光式ロケット弾で攻撃を加え、村民7人が死亡した。9月4日、ナイジェリア軍はボコ、 ハラムが8月30日にナイジェリア北東部ボルノ州の軍事基地を襲撃し、兵士48人が死亡したと発表した。9月17日、ナイジェリア政府はナイジェリア北東部マイズグリ郊外の町にあるユニセフ診療所で従事し、2018年3月に母子、ハラムに拉致されていた25歳の看護師が殺害されたと発表した。10月17日、ナイジェリア政府は 難民キャンプの病院に従事し、2018年3月に母子腹村地されていた24歳の女性看護師が殺害されたと発表した。10月30日、キリスト教、プロテスタント福音派の世界組織である、世界福音同盟とアフリカ福音同盟、ナイジェリア福音同盟は2月に母子、 ハラムに拉致された少女110名のうちイスラム教徒への回収を拒否し、唯一拘束が続いているキリスト教徒の15歳の少女と国際赤十字で看護師として働き、3月1日、母子、ハラムに拉致されたキリスト教徒の女性の解放を求める声明を発表した。11月18日、戦闘員がトラック約20台に分譲し、ナイジェリア軍の基地を攻撃し、 基地司令官を含む少なくとも43人が死亡。戦闘員らは基地を占拠し、武器を略奪した。11月18日、ナイジェリア軍がナイジェリア北東部にあるボコハラムの要塞を攻撃。これによりボコハラムの報道官、アフマドサーレが殺害された。11月29日、ボコ、ハラムがニジェール南東部のディハ州を襲撃し、少女16人を拉致した。 11月29日、チャド、ナイジェリア、ニジェール、カメルーンの首脳が共同でボコハラムの攻撃に対抗するためには国際的な支援が必要だとの声明を発表した。12月25日、ナイジェリア軍はボコハラム対策で無人航空機の使用を開始したと発表した。1月2日、ニジェール国防省は南東部の対ナイジェリア国境付近で ニジェール軍が2018年12月28日から展開中のボコハラム総統作戦で戦闘員280人以上を殺害したと発表した。国防省が国営テレビを通じて明らかにしたところによると総統作戦により空爆で戦闘員200人以上、地上戦で87人を殺害した。1月29日、国連難民高等弁務官事務所の報道官は 最近の母コ、ハラムによる一連の襲撃で8万人超の住民が避難したことを指摘。約3万人が隣国のカメルーン側へ越境して避難したことから、カメルーン軍がナイジェリア側で一時的な総統作戦を行った。5月25日、ナイジェリア北東部ボルの州で母コ、ハラムが住民が乗った車列を襲撃し、警護していた軍兵士や、 住民少なくとも25人を殺害した。住民らは、約50台の車に分乗し、ボルノ州の村から避難する途中で、ボコハラムが車列を取り囲み、銃撃した。6月23日、チャド湖周辺でボコハラムと、チャド軍の間で戦闘が起こり、チャド軍に、将校3人を含む11人の戦死者が出た。7月28日、 ナイジェリア北東部ボルの州の州都マイルグリ近郊の村をボコ、ハラムが襲撃し、65人を殺害したと地元当局が発表した。3月24日、チャド政府はチャド湖近郊の軍事施設で、チャド軍とボコ、ハラムが7時間交戦し、チャド軍の兵士92人が殺害されたと発表。チャドのイドリスデビ大統領は、これほど多くの自国兵を失ったのは、 これが初めてだと述べた。3月31から4月3日、3月24日の事件を受け、チャド軍がチャドコ地域のボコハラム勢力に対して相当作戦を実施した。6月9日、ナイジェリア北東部ボルの州の村をボコハラムが襲撃し、住民少なくとも69人を殺害。牛やラクダ契約1200頭を略奪した。6月13日、 ナイジェリア北東部ボルの州の複数の村をボコ・ハラムの派生組織が襲撃した。軍が駐留する町をロケット弾などで襲い、兵士少なくとも20人を含む住民や政府軍兵士計60人以上を殺害した。7月24日、国連は、国連は24日、ボコ・ハラムがナイジェリア北東部で2019年末までの3年間に、 拉致した203人の子供を使った爆弾テロを行っていたとの報告書を発表した。約8割が少女であった。大人の戦闘員が子供の体に爆弾を巻きつけて雑踏に向かわせ遠隔操作で起爆する手口で国連は人間爆弾と非難した。7月31日、母コ・ハラムが茶床周辺の村を襲撃し民間人10人を殺害。 男性七人を拉致し、村を略奪して火をつけた後に引き上げたことを、軍の将校と現地の当局者が明らかにした。11月28日、母子、ハラムが、ナイジェリアボルノ州のショベで、出稼ぎ農民ら110人の首をロープで縛り上げ、喉をかき切って虐殺したと、国連人道調整官のエドワード・カロンが発表した。3月31日、ナイジェリア空軍は、 ナイジェリア北東部ボルの州周辺でボコハラムの攻撃を受けていたナイジェリア軍地上部隊に火力支援を行う任務について軍用機がレーダーから消失したと発表した。ありがとうございます。